はい、火曜日21時になりました。 JTO という名のラジオ、株式会社村上製作所の提供でお送りしていきたいと思います。そして本日のゲストというか連れは練習生 M と練習生 A です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 M は2回目。2回目です。 A は初めてです。初登場か。あ、いつ、なんで出たんだっけ前。なんで、その時は確か人がいなかったから、ああ、その当日に急遽出ることになって。そうなの。何喋った？全然覚えてないんだけど俺。何喋ったかな。なんかやりたい技とかですかね。どんなレスラーになりたいかとか、あとはやりたい選手とかを聞いたと思います。ああ、そんなの話したっけ。全く覚えてないや。あら。ということでね、まあ研修生、これ今年入ったんだっけ。はい、2024年の研修生として入ってきて、どっち先来た。はい、僕です。入って、1番に練習生になったんだっけ。はい、1番手で2番手、はい、なった、2人なんですが、最近ねセコンドについては、やられ髪を切られみたいな暴挙を繰り広げられてきて、なんかえらい活躍したらしいじゃない、この間の横浜で。活躍しましたかね。活躍したかどうかわかんないけど、はい、まあ、先日6月2日、横浜にぎわい座大会があったわけですが、まああのね、今 JTO マット大暴れする悪いやつら、妙が、まず髪切られたんじゃなかったっけ、どっかで。僕は5月の後楽園で。あ、5月に。なんで髪切られたの。その時に、まああの妙と、妙とジェネシスの、あの連合軍ですかね、竹倉さんと、その時のあの試合後に妙が暴れてて、で止めに入った時に切られてしまったって感じですか。なんで、いや、なんでか分かんないんですよ。もう暴れまくってて、でそこでもうあのもうやめろと思って止めに入ったら、気づいたらもう最後ここれだな。そうです。イルミネーションマッチで、このクエスチョンが誰だったんだっけ。ジュンさん。ああ、ジュンね。ジュンが入ったイルミネーションマッチで、そっか。これほぼなんかストレート勝ちみたいだった感じなんだよな、これ。そうです、ね。妙が圧勝してね、暴れ足りないからってこう、大暴れしてるところ止めに入ったら、髪を切られた。はい。なるほど。で、その後も高島平でもやられたの。高島平でもそうですね。高島平もやられで、先日の横浜大会では一発返したんだろ。はい。それ俺ちょっと見れてないんだけど。あ、そう。うん。何したん。その時は、ケイタさんとミスターさんのシングルでしたね。うん、あ、そうね。その時に、はい。あのもうミスターさんのマスクを、試合序盤からもう。触ってでもうなんとかね、あの最後の最後までやるんかと思いきや、最後マスク剥いで、でまあなんとかすぐ僕が隠しに行って、ミスターさんの髪を隠しに行った時にまたやられたところを払って、でなんとかドロップキックで巻き返して。返したのか。その時は、はい、返しました。ケイタ怒ってたんじゃない。いや、なんか煽られましたね、その時に。だからそのもうその時はもう本当に腹が立って、そう、感情多分むき出しだったのかな、多分。残念ながらそこね、俺見てないんだよな。ああ、そうなんですか。そうなの。いや、そこでさ、もし見てたとして、はい、そのドロップキックがしょぼかったら、なんだこいつなってたと思うぜ。ああ、ならよかったです。後で映像で見るけど。まあ、そんなこんなでね、まあもともとでもね、これミスターマスクが名古屋大会でケイタの髪の毛を切ったことから始まったわけのわからないね構想になって、でなぜかジェニス、さらにはこの練習生まで巻き込むことになってですね、で今もうなんだ、もうジェニスだけじゃなく、あのイルグラビティと、あとは竹倉龍也も加わって、もうなんだろう、妙以外みんな合体みたいな感じで、身を潰しに、ね、みんなが手を組み始めた中で、この練習生にまで手を出すということで、まあもうこの流れではね、もう止められないところまで来てるということで、でまあこのね、
2024年度研修生一発目で練習生昇格並びにね、どんどん体が大きくなってるっぽいからな。はい、うん、なってますよ。そうなの、そうなの、はい、まあらしいので、まあここまで来たらもうね、やるしかないだろうということで、本日まず一発目の発表が、次回7月17日後楽園大会のこちらのカードです。ドーン、来た来た、サンダーマサミデビュー戦、よっしゃ、大社神切り&マスクハギ、その他もろもろ10人タッグマッチ、グラディオ十文字アキラ ARA ミスターマスクサンダーマサミ対源太啓太宮政塚本広井島、はい、5対5、ついに聖地でデビュー戦、しかも敗者髪切りマスカギ、さらにこれプラス髪のないやつがいるんで、はい、髪のないやつは JT を追放らしいです。つまり、右側の、髪のない2人は負けたら追放ということで、で、それ以外は髪のある人たちは負けた人だけね、負けた人が髪を切る、でミスターマスク破れたら素顔になる。これちょっとハイリスクだよこれ。そうですね。でもあれだな、あんまリスクねえな、短いから。いやいやありますよ、まだ髪の毛は。あれだよ、負けたら塚本みたいになんなきゃいけないんだよ。そうですね、うん、で塚本は何も剃るものもほとんど眉毛もないからでヒゲもないから追放という、なかなかハイリスクな勝負で、こっち側はねもう完全にもうジェネシス、イルグラ、新人で無差別級チャンピオンの連合軍っていうね、はい、まあでもみんなそれぞれね 何かしらのこの因縁がある者同士なんで、ARA と広井島もね、もともと同級生、幼馴染から始まったストーリーで、一緒にイルグラビーとしてやってたのにもかかわらず広井島裏切ったということでね、これが決定しました。はい、どうだデビュー戦決まって。いや決まりましたね。もう最初からね、もう以前からずっと代表にデビューしたい、うん、デビューしたいっていうのを言ってて、こんなねデビューさせろさせろうるさいやつ初めてだから、ね、最初5月の後楽園でデビューしますとか言って、デビューしますって何言ってんのこいつと思ってまあそこでねずっと したいって言ってて、でまあ前回エキシビションをやらせていただいて、でそこからまたね、なんとか近づけれたかなと思った先に今日このデビュー戦が正式に決まってとても嬉しいですけど、やっぱりまあ対戦相手の明王はもう因縁しかないんで、自分の中でもなんとかもうここは絶対負けることはできないので必ず勝ちたいと思います。練習生なんだったっけ、M です。練習生 M 改めサンダーマサミ、はい、なんか似たような名前の選手いるけど、サンダー雷ときたか、雷ですね、サンダーマサミ。じゃあ一応聞いとくわ、はい、得意技は何ですか。得意技は、得意技ですか、まだないのか。まだそうですね、得意技は決まってないですけど、でも自分の中で考えてる技はいっぱいあるので、じゃあここでそれを炸裂させて、はい、デビュー戦で勝利はまあ無理だと思うけど、いえいえ石に行きますよ勝利は。いや無理だろ、妙強いよ、強いし悪いしずるいし、まあそうです、ね、全部揃ってんだもん、まあ、そこだな。まあこの連合軍はね俺いいと思うんだ、みんなね言ったら十文字も髪切られたわけだし、で ARA は裏切られてるわけだし、ミスターマスクもマスクぶっ壊されたりね、ひどい目にあって、グラディオもこの間ね寄ってたかってみんなにボコボコにされてるわけだから、はい、この連合軍はいいと思うんだけど、ただもうはっきり言っちゃえばこれね寄せ集めなんだよなこれ、まあ、もう明王はもう連携もバッチリだし、もうね組んで長いってほどではないけど、やっぱねプライベートも仲良しな感じするから、うん、それに対してちょっとねこっちが弱えなって、しかもデビュー戦の新人が入ってて、で間違いなく狙われんの確定だからねこれ。まあそうですね、ボコボコにされると思うよ、で何もできずに破れるってことあるぞ。まあ破れたところ でもリスクないもんなこの髪だったら。ありますよ、まだまだね。いやだからこれがだからツルツルならだけじゃん。でもういくつ ?18 です。18歳だってよ、あっという間に伸びてくるよねこれ
なんかもうこれはなんか負け格みたいな感じするけど、まあ何かを残せれば10人もいるからな。そうですね、10人の流れ何が残せるかだよな、はい、ただで出ましたデビューしましただけで終わっちゃうかもしれないし、下手したら特に何もすることもなく目立つこともなく、まあそこはもうねサンダー次第だよ。サンダー、はい、サンダーまさみいいね、この昭和ネームがね、よっしゃ覚えられるよ。サンダーって言われるんだよお前。やったぜサンダー。雷か。まあいいんじゃないでしょうか。じゃあこの戦いに対する意気込みをどうぞ。はい、まあそうですね、まあやっぱりもう自分の中で、ね、あのこの間の X で書かせてもらったんですけど、やっぱ標的はもうただ一人なんで、その相手をぶっ潰すために誰ケータですよ、ケータ。あ、なんでケータなの。いや、だ5月の後楽園で自分のケータに切られたの。そうです、で、うん、切られてそこから、ね、あの高島平でもそうですし、うん、横浜でも散々ボコボコにされて、うんね、で X 等ではいろいろあの言い合ってはいましたけど、うん、まだそこでねあの自分の実力をまだ全然発揮できてないので、うん、もうこの試合ではもうケータにしか僕はもう行かないので、うん、でも まあ、そっちばっか見てるとあっという間に足元転がされるコローンって。そこはまあなんとか、ね、あの他の選手の中で他に頼らずお前一人で全員倒すぐらいのつもりにそれぐらい言いなさいよ意気込み弱い、はい、期待できないなこれ。いえいえ、まあ、とりあえず、まあ、サンダー正美がここでデビューするということで、まあね、どれだけのことができるのか、下手すりゃもう何も残せずやられて坊主ペロンになって終わる可能性も大なんでね、まあ、ただデビュー戦なんでね本当、まあここから何かが生まれて始まるのか分かりませんが、まあサンダー正美名前はね覚えやすいと思うんで、はい、しっかりとね印象残るように頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。で練習生なんだっけ。 A です。 A なのね。練習生 A はなぜ今日こう来てるかというとですね、はい、まあじゃあこれもいきますか。はい、もう一つドーン。はい、ちょっと先だけれども9月1日岩手県サンレック北上大会、盛岡市出身南部玉城デビュー戦、おめでとう。ありがとうございます。そしてその下にはプロレス王特別参戦、お前鈴木みのると同じリンガーなんだよお前。すごい、はい、なんかしょっぱい試合したらお前ぶん殴られるよ。頑張ります。南部玉城、まあこれはねちょっとリングネームに関してはねあの一悶着二悶着あったわけですが、南部玉城に落ち着いたわけで、まあこれが本名なのかそうじゃないのか分かりませんが、まあ盛岡出身ということで、まあ盛岡でね大会できればよかったんですけど、なかなかねちょうどいい箱がないプラスね、あの北上がね私は強いので、あれ去年もやったな、北上2年連続北上大会ということで、そこでデビュー。誰とやりたい？まだ決まってないんですけど、うん、いや決まってないよそれ、だから今聞いてんだよこれから JTO の大会見ていく中で、うん、やりたい選手でいたら、あ、そんな感じ？その方とそんな感じ？そうそう、いやここで、いや俺鈴木美濃をぶっ倒しますぐらい言えたらすごかったな固まっちゃったよ固まっちゃった固まっちゃいました。その髪さ切った方がいいんじゃない？ちょっと伸びてきました ね、こっちの方が切られればよかったんじゃないかな、うん、ちょっとなんか若々しさがないな。その頭は君気に入ってんの？いや特になんとも思ってないです。短髪の方がいいよ、うん、あのもさっとした感じ でなんか顔ももさっとしてるからさ、短髪した方がいいよ、うん、まあとりあえずじゃあまあ相手はわからないけど、でまだまだ先だけども、これ9月だから今何月？6月ですね。もうでも3ヶ月しかないのかも、はい、で本当はね今月行えるねサタデーファイトとかでね2人のエキシビションとかやろうと思ったら、おなんと彼怪我してって、えあそう、どっか痛いんだろ。はい、そう、うん、
だから本当はデビュー前にちょっとエキシビションやろうかと思ったら、はい、どっか痛めたっていうから。あ、そうなんです。それでね、悪くなってもしょうがないから、まあ調子が良くなったらっていうか、まあいち早くデビュー戦は決定ということで、まあ、まだね時間があるから、こっからじっくりと仕上げていって、この日に爆発できるように、はい、まあ完全な地元ではないけど一応な、生まれ故郷の岩手県なわけだから、はい、うん、友達1000人呼んでください。はい、頑張ります。そんな入んないから300、うん、1000人呼ぶつもりで頑張りなさい。はい、意気込み語ってみろ。意気込み、はい、自分は、うん、JTO に来る前から、うん、友達とか、うん、お世話になった方に半年以内でデビューするって話してて、うん、で JTO で初めて練習したのが、うん、3月6日で今年のちょうど半年じゃん。でちょうどベストなタイミングでこの北上大会を迎えられるので、ね、すげえな、それは初耳だわ。はい、今まで言って代表には言ってこなかったんですけど、なんだ来る前には10月にしてよかったな。そこで半年以内っていう目標を知り合いとかクリアしたじゃん。世話になった方に見せられるように頑張ります。持ってるな。いや、どうなんだろう、でも、ね、このタイミングで怪我してるから持ってるのか持ってないのか分かんないけど、ただまあこのタイミングでこのね岩手県での大会があるってね、どうせ東北なんか年1回ぐらいしか行かないわけだから、はい、そのタイミングでデビューできるってのはこれは一生残るもんだし、相当頑張んないとな。相当いっぱい友達来るだろう。じゃあそうですね、うん、呼びます。じゃあ2000人ぐらい呼んでくれよな、うん、入らないけど、うん、そしたらあの北上にもっとでかい会場あるから、この新日本とかやるような会場で、はい、来年はやるか。南部玉城凱旋マッチ第2弾、北上はもうだったら盛岡でもいいのか。盛岡でやりたいです。盛岡だったら5000人、すごい県営体育館だな。すごいな。すごいです、うん、すごいです。人ごとだ、ね、ということで、今年入ったばかりの、研修生から練習生昇格した、トップ2が、7月と9月、それぞれデビューが決まりました。はい、まあね、これからどういうふうに活動していくか分かりませんが、X と、あと SNS とかでね、彼らの発信を見てもらってですね、どういう人物か知ってもらって、興味があれば応援してもらえればなと思います。じゃあ、なんか一言ずつ言って、はい、帰っていいぞ。帰っていいぞ。はい。うん、はい、まあ7月15日に、ね、正式に決まって、まあね、まあ、個人的な話になるんですけど、7月は一応自分の誕生日でなんで。そうなの、いつ？7月5日ですね。で10日後に大会で。5日で19歳ですね。だから19歳一発目にね、やっぱいいスタート切れるように必ず勝ちたいと思います。でまあやっぱりね、今まで散々ボコボコにしてきた妙を、まあ、もうしてきた、されてきたと。して、あ、そうそう、されてきた、え、されてきた、まあ、はい、まあ妙をね、まあ、特にもうやっぱり僕はケイタしか見てないんで、必ずぶっ潰したいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。はい、大丈夫か、起きてるかお前。起きてます。大丈夫かお前、のべーっとして顔してシャキッとせ。はい、先ほどもお話ししたんですけど、半年以内にデビューするっていうことを岩手の知り合いとかお世話になった方に話してて、でそれを実現できる機会を与えられたので、今は少し怪我をしているんですが、この9月1日までに自分の完璧なコンディションに戻して、今より体も大きくして、自分の地元で恩返しできる、そんな機会にしたいと思っております。応援よろしくお願いします。頼りないな。ちょっとね、慣れてないんだろうけど、人前で喋る練習もした方がいいよ、はい、あとはファンクラブ配信とか率先して自分からやって、喋り慣れした方がいいよ、はい、うん、これだとうんって感じだよと。
まだファイヤーじゃねえや、サンダーの。ちょっとこなれてんな。はい、うん。まあ、配信何回かやってますからね。配信やったことある？まだないです。あ、そこだよ。その差が出てるよ、ほら。そういうのはね、自分から率先してやった方がいいよ、お前。はい、JTO のあの、ファイヤー世代は、もう研修生の時から、ポコチャ配信をアホでやってたから、そのおかげで、ペラペラ喋れるようになったんだよ。そういうのも、あの、喋るの苦手とか言ってたら、お前、この業界今、上がっていけないからな。はい、うん。大丈夫？大丈夫。ユウはなんでプロレスラーになるの？昔からプロレ昔というかまあ数年前から見始めてリング上で戦っている選手かっこよくて自分もそうなりたいと思って。いやこのままだとかっこよくなれないなこれな、うん。マスクマンになった方がいいんじゃない？顔出ちゃってるけど。うん、大丈夫？はい。いつもこいつこんな感じ？いつもですよ。うわ。おとなしい性格なんで。え？プロレスって戦うんだよ。はい。人のこと蹴っ飛ばしたり殴ったりぶん投げんだよ。知ってた？普段とは違う自分を見せます。だって。まあじゃあ期待しないで見ておこうか。うん、まあじゃあなんだっけ南部玉木とサンダー浅見でした。はい。はい。じゃあもうさっさとアカウントの名前を変えろ。変えます。はい。じゃあもうこれ以上ね、ちょっと引っ張りようがないので、はい、ゲスト2にチェンジします。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。はい。うわ、うるせえな。どうぞ。うわ、寒っ。すいません。なんでこっち来んだ。貴様そっちでいいよ。赤ちゃんみんな主役席。生放送中です。どうもです。早く入れ替わって。どうもです。なんで隣くんだもん。隣がいいじゃないですか。まず離れてちょっと厳しい。無理だよね。はい、ここからは、はい、じゃあ、はい、そっちから自己紹介。リズムです。あずさです。赤間 AKM 直江です。ほら、こうやるんだ。なんであずさです。痛い叩くな痛いもうね、あ急に賑やかっていうかうるさくなりましたが静かすぎた。いやさっきのね、南部の玉木顔から大丈夫かないじめるからいじめるじゃないよ、あそういういじりでもこう受け答えできないからプロレスではね、うまくいかないんだよ。困ってたもん、まあ、じゃあここからはじゃあ、ね、彼に喋りというものが何なのかっていうものですね。稲葉あずさ選手が教えてくれると思います。おかしいよね、おかしい先輩だよね。で、ゆうは何しに今日来たの？ちょっと言いたいことがあって。もう言いたいことある、言いたいことというか、まあ言いたいことあるっていうかね、今日そうだ、こんなゆっくりやってらんねえんだ、発表事がいっぱいあるんだ。そうですよ、いっぱいあるんですよ。まずデビューの2人の話したから、ちょっとまあこの3人の話は置いといて、ですね、はい、次の大会が、JT オリーナ千葉本店で行われるサタデーファイトとなりますが、こちら全カード決まったので駆け足でいきます。出るかな、ドンドンあドンはい来た、サタデーファイト、サタデーファイト、まあJT オリーナ千葉本店で、なんとキングオブ JTO が行われるということで、ファイヤー勝みたい宮正、まあ、さっきからね、話題出てますが、なんだっけ、悪い奴ら。妙王。すぐ忘れんだよな。妙王がね、やりたい放題で、ついには、うるせえ。JT オリーナで宮正が挑戦。宮正はね、こいつね、宮正になってからガラッと変わったよね、こいつね。何が変わったんですか？いや、髪型とピアス。見た目だけですあと名前ですね、うん、名前もで、はい、ね、今までなんか本当パッとしないただの黒パンの若手に過ぎなかったのに、めちゃくちゃ荒々しくなって、もう悪いことしまくって、こいつ多分ね、長野なんだけど長野のヤンキーだったんだろうなって。今までは無理して普通にね、いい子ぶってたというか若手ぶってたけど、もうこれなって、もう本来の自分の姿になったんかなっていうくらいハマってる。なるほど。でポンポンポーンと勝ち上がってきて、あっという間にねキング挑戦まで来て、これで ね、 調子いいね、まさかのこの JT アリーナでキングが移動とかあったらね、事件だよって言いたいところだけど、今だったらなきにしもあらずだなっていう。まあでもあれですよ、僕先日の後楽園で、UWA の試合を、宮正と塚本に壊されてるんで、
で壊されたおかげでその UWA を落としてるっていう。あ、そっか。そうなんですよ。そうだったね。そうだから妙には僕自身も恨みがありますし、まあ、宮正塚本は特にって感じですかね。まあそれをね今回はね、まあもう草木カード出てたけども、うん、ね良き仲間のジェネシスと連合軍で ARA が、はい、で広島あっち行っちゃったし、はい、まあこれはやっぱり ARA だよね。やっぱ広島といえばそうですね、うん、だからきっとねここで敵討ちをしてくれることでしょう、はい、なんでまあ宮正がここでもしキングを取ったとしても、うん、僕がいつか取り返すかもしれないんで、まあ覚悟しといてもらえたらなと思いますけど。さすがだね、喋れるね、AKM。さすが AKM。はい、じゃあカードポンポンときます。はい、次、ドン。次。イーグルマスク復戦。イーグル対ユーク。まあマスクマン対決。お。イーグル復帰。おめでとう。頑張れ。次。ドン。早い。女子スリーウェイマッチ。これはちょっとね大丈夫かなと思ったんだけど、まあこのねあのサタデーファイトはファイヤー克実もいろいろねあのカードとかも考えて案を出してくれるわけですが、まあデビューしてすぐだからこそこのね俺の大嫌いなスリーウェイマッチ、通常では組まないスリーウェイマッチをやらせてみようっていうね、うんうん、経験の場としてはねいいんじゃないでしょうかということで OK しました。3人とも頑張れよ。今日ね練習で一生懸命いろんなことをやってたんで、うん、それがいい方に行ってくれたらなと思います。はい、次 NEXT 早いな。ランキングマッチ、ともに不調らしいのでずっと負けてるとかマスク脱がされるとかねろくなことがない、全部妙絡みでねあの偉い目に遭ってきた2人があの純粋にどっち強いかやろうよってなんか2人で慰め合って、まあ、じゃあやろうかってなって組まれた、一戦。まあだからねあのどっちもねあのテクニシャンなんで、うん、面白い試合にはなんじゃないでしょうか。はい、次。誰？謎。ボンバー達也 VS？ 誰？コーリー。コーディーじゃないからね。コーリー。あのですね、JTO にね、たびたびね、謎の外国人が来るんですよね。はい。で、昨日ぐらいだったかな、道場行ったら、なんかでけえやついんだなと思って。うん、お前誰だって。で、ユウは何しに日本に来たのって言ったら、プロレスやりに来たって。おう、そうなの。で、ちょっと練習見たら、ドッカンドッカン動いて、これやべえなと思って。じゃあ一番ちっちゃいやつやらせたら面白いかなと思って、まあ、ボンバーが入ってたから、なるほど、とりあえずやらせてみようかなっていう感じで、ちょっとね全くこれはもうあの未知の選手ボンバー達也対コーリーです。おー、これで全部かな。はい、でこのサタデーファイトはですね、なんだっけ、試合に勝った人が試合後にサイン会するらしいので、おー、はい、推しの選手を応援してあげてください皆さん。はい、このサタデーファイトはあれですか、はい、今後もこう続いていくシリーズという感じですか。はい、一応ね毎月7月も8月も予定はもう決まっててですね、はい、これからだから通常の試合でなさそうな試合組まれないようなカードがどんどん組まれていく。だからもしかしたらねキング戦行えるってことはね他のタイトルマッチもあるかもしれないし、で席数もねめちゃくちゃ限られてるから、そうそうなんです。ここで皆さんが見逃してはいけないんですよ。代表が圧倒されてる。JTO のね。20席しかないからね。そうそう。だから逆にこの20席のチャンスをみんなで奪い取ってほしい。はい。温泉で安いよ。もうね、そのうちね争奪戦になると思うんで、もうね席が取れない会場になるかもしれないんで、うん、お早めにどうぞ。はい。はい。ということで、これの次は何だっけな。よいしょ。岡村さんが上手だ。あ。でそれが終わると今度はね後楽園の前にね、我々ちょっとだけ西に行きます。もうカードをざっくり先週言ったけど改めてじゃあ広島でどん広島ババン、はい、もうね広島関連のゲストがたくさん、関本じゃなく開本さん、はい、ダブプロです、はい、で進む深夜、これ急遽決定、進む優也さんです、ね、ごめんなさい、進む優也ごめん進むでデビルザマジシャン塚本拓実、レイパルマ、もうねそうそうたるこの広島に馴染みの深い選手プラス JTO におります、マーキシー新た広島出身者は2名おります。はい、な感じの、メンバーで、金曜日広島大会ございます。じゃあカードはいいかな、もう先週言った気がするから、はい、じゃあ翌日6月29日、ドン6月29日、あれどんどんはい、松江東出雲体育館、これは松江出身のねボンバー達也のね、凱旋試合になるわけですが、まあ先週行きましたがボンバーが超満員にするから
組みたい人がいますってことで、本間智明こけしの参戦が決定しました。他にもね、島根といえば日高行くと青木いつきのねゲストも決まっておりますので、28、29、西日本にはなんないか、山陰か、山陰エリアの、大会2連戦がございます。これがね成功したらもしかしたら年内にまたね島根とかあるかもしれませんので、ぜひご来場いただけたらと思います。で6月30は名古屋、バーン、忙しい、女子だけ。こちらの全カード決まったので、行ってみたいと思います。ドン、私リズム、ミザージャンボ、イスズ、これデビューしたての3人に入って、ちょっと先生で頑張んないとダメだ。これで負けるようなことだったらバカ野郎だよ。負けることはないでしょう。ただこのねスポルティーバってすごいリングが狭いんで、ジャンボがね入るかな、入るだろうけど動けないかもしれないっていうようなリングです。次ダン、あ最初に出ちゃった。流れ的にはこれが一番最後の試合となります。スペシャルコスプレロイヤルランブル。これね、俺どうかと思ったけど、なんかトモカとかね、他の選手がね、どうせなんかそういうのやるんだったら、こういうのやイベントではないよ。これ、ちゃんとした女子の興行だけど、普段できないことやりましょうってことで。マジ来た方がいいよ。いや、で、なんかみんなね、コスプレするらしいの。はい。で、ちょっと聞いたの、何すんの何すんのって聞いたら、って言うと、それでプロレスできんのっていうような、だからこの日しか見れないスペシャルなコスプレマッチ、しかもロイヤルランブル、どうなるんだこれっていうね。可愛いのかかっこいいのかおかしいのか、いやおかしい、おかしいよりかな、みんなおかしい、全然ねかっこよさとか求めない、可愛いとか一切ない。コスプレっていうとなんかみんなかっこいいイメージだけど、はい、ここなんかね、お前大丈夫それでいいのっていう感じのものが続々登場するので、これはここでしか見れないと思うんで、ぜひ来てください。プロレスはね、しし楽しませるっていうのもいい側面ですからね。確かにね。はい、で、はい、次バン、友方に七瀬。お、まあ、デビュー2年経つ七瀬がね、一度も勝てず、デビューしたての、ジャンボにも敗れ、ランキングマッチも敗れ、どん底からの、こっからね一気にビッグカムバックするためにも稲葉友香とやったらどうなるかということ、はい、まあでも友香はねなかなか厳しいからね、中途半端に来たらボコボコにされて秒殺で終わってしまうんじゃないかなと、まあ、七瀬が何かねこれできっかけをつかんでくれたらなという意味で組みました。次出た、スリーウェイ。とりあえずやったことないよ。うん、俺もスリーウェイ嫌いなんだけど、でも経験としてね、いや、だから知らないよ。いや、しかもねこの3人なんとも言えない3人。これ、でも一応地元っちゃ地元じゃん、はい、頑張らなきゃ、はい。3人同時に戦わなかったんだけど。葵さんと水さんは多分やったことあると思うんですけど、慣れてると思うんですけど、アイスさんとかで。っていうかやっぱ賢い2人だから対応できるんだよ。うん、バカが勝つんですよ、そういうとこは。であと、認めんなよ。あれですよ、ミサさんはこの間、シックスウェイマッチで、まあ、ギリギリ僕が勝ちましたけど、結構いいところまで、あ、そうね、そういう攻めてたんで。大人数の試合には慣れてる。あとアイスリボンでもよくスリーウェイとかやってるし、うんうんうん、これはね行かれるよハウスさん。いや負けないですよ、負けたからバカが勝つんですよ。開き直った。これで全部かな。はい、以上全一応4試合となっておりますが、あとねこの試合、今大会のみのこのコスプレバトル終わった後にコスプレのまま、みんな売店入るので、コスプレの格好で、サイン会でグッズ買ったらその写真をワンショット撮れるっていう、ね、ここでしか多分ねないと思うんで、ぜひ名古屋皆さんご来場いただけたらと思います。お願いします。よし、決まった。名古屋の次なんだっけな、今日いっぱいありすぎて。名古屋の次はもう後楽園だ。じゃあ後楽園のカードを一個一個送った順に出る。大丈夫ですか、出せますか。誰か対クエスチョン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 みたいなやつ、選手が一人しかいないやつを、じゃあそれいきます。はい、ドンドン。はい、柳川澄香がね UWA 世界ライト級ヘビー級王者になりました。この赤間から奪ったこのベルト、はい、女子初のライト級チャンピオンになってですね、はい、でまあせっかくの5周年なんで、やりたいやついっぱい出てこいってことで、柳川式バトルロイヤル
それがどういうものかまだ決まってないんですが、今日ね X の方でそれを言ったところはやっぱ一番に食いついたのがこの人でした。ダーン、はい、うん、まず神楽美沙、まあこれ神楽美沙対柳川澄香ではなく、これから多分ねどん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 名乗り上げる、まあさっきちょっと覗いたら何人かで名乗り上げてたんで、うん、あの赤間の時もあれ何人ぐらい8人ぐらいいた9人です9人、うん、でね、赤間はね都度いろんなルールを作ってくれて、うん、変則ルールやってくれたわけですが、まあそれみたいな感じでね、スミカも柳川式バトルやるまあこれがどういった形になるか、分かりませんが、これからね増えて、まあ5周年らしいのからしからぬか分かりませんが、とんでもない、内容の試合になるんじゃないかなと思ってますんで、はい、でその次がまあこれ先週発表しましたけど、赤間のね対戦相手がまだ未定だったやつ、ポン、はい、はい、赤間直也、赤間 AKM 直也1周年記念スペシャルシングルマッチということで、まあこの時点ではね、本当本来だったら赤間がね、あの対明王だったりあるいはユダベイの戦い入るかなと思いきや、まあ1周年だからどうしてもやりたい人がいる、そうですね、っていう要望を受けてですね、うん、えって俺は思ったね、ちょっとどうなのかなそれって、これあれですよね、だからその僕があのまあいろいろ縁を感じてるんですこの選手に、うん、まあ、で、うん、これがだから今まで叶うかどうかもずっとわからなかったんですけど、うん、まあね聞いた時はね、えなんでと思ったけど、確かにそのねいろいろ赤間からその縁の話を聞いたら、うん、ああそういうことかということでね、まあうまく交渉もうまくいったということで、今日発表させてもらおうと思います。それがこちら、バーン、赤間 AKM 名古屋対武士、えって感じだよね多分ね、これ何も知らない人からしたら、えなんで武士、そうですね、なんでなんでって思ってることでしょうけど、まあ地元が同じで誕生日も一緒、そうなんですね、で地元僕足立区、東京都足立区なんですけど、で、4月5日の誕生日、誕生日も一緒、はい、でなんかね武士がなんかあの新日本の新日チャンピオンかなんかでね、はい、その赤間の名前をなんか出してたとかなんとかってね、はい、あなんか接点あんのかなーっていうことで、はい、でまあそれで赤間からもね1周年でやりたいっていうね、はい、強い思いを聞いたので、この試合が決定いたしました、はい、でもうね2社も冠スポンサーがついてるというね、すごいスマイルサプライズ様、はい、アンド組、アンド組です、はい、様プレゼンツ、はい、もうね2社のねスポンサードがついているこの試合、どんな試合になるのか、プラスねここから何が生まれるのかなっていうね、うん、あのまあ今では武士はねタイトルとか持ってませんが、まあ元ね IWGP ジュニアタッグだったりシングルのチャンピオンだった実績もあるので、はい、これを機にね何か起こるかもしれないし、はい、うん、じゃあちょっと赤間にこの決定した上でのねこの試合に対する意気込みをお願いします、はい、まあ、僕はプロレスを始めた理由としては、はい、まあ、好きだからっていうのもあるんですけど、うん、何よりも僕はあの有名になりたくて、まあ、俳優活動だったり、うん、ダンサーやってたりってあるんですけど、プロレスラーもやっぱりやるからには一流で有名になっていきたいなっていう思いはあるので、まあ、戦うならメジャーを知ってる選手だろうということで、うん、業界最大手と言われる新日本プロレスの選手と戦いたい、そして誕生日地元が一緒、まあ、こんな縁はきっとあんまりないだろうなと思って武士さんをお願いしました。なるほど、はい、まあね、何もなさそうでそういったね意外な接点もあったりなんかでしてね、まあねせっかくこういうねスペシャルなカード決まったということで、ね、ちょっとミニ版ですけど、こんなねうわホッサンまで作ってしまったので、このね赤間の決め台詞のレッツザショービギン入っているこのねミニポスターを、じゃあこれ赤間にあ、ありがとうございます、これ宣伝するなり宣伝、はい、飾るなり好きにしてください。このポスターをぜひ見た方はもう絶対チケット買ってください。これはね本当ね、はい、本当まさかのカードね、これは本当俺も予想しなかったし、赤間がやりたい人いるっていうのは何度も聞いてたけども、はい、まさか武士が出てくると思わなかったんでね、本当最初はえなんでってクエスチョンしか浮かばなかったけど、うん、まあそのいろんな話を聞いてたらね、あなるほどね、まあそれはそれでありかもしれないな、ただまああれですね、いくら相手がメジャーだからといっても、うん、どうせ
負けるだろうなと思われては仕方がないので、うん、僕も全力でやっぱ勝利にこだわっていきたいなと思いますし、大丈夫勝てるよ、はい、あのねスーパージュニア終わってヘロヘロになってるから、あいい時期に相当疲れてるはずだから、はいはい、あちこち痛いぞ、あの連戦乗り切った後ってみんなガタガタになってるから、そうですよね、うん、だからチャンスだよ、いけると、はい、はい、ぜひ、はい、熱い試合をお届けしたいと思います、はい、はい、でとあとなんだっけなキレッキレだな、あれあ画像がない、送り忘れたかな、しまった大事なものを送り忘れてる、そうです、期待意味ない、本番中に送り忘れを気づくというのが忘れてたから、高道の句でございます、やっぱいいよ、ちょっとつないでいて、つないでいて、はい、つないでください、いいよ、そういうとこそういうとこいいよね、いいね、あんま時間ない、逆にあずさ選手はなんかいつか戦いたいみたいな選手はいるんですか、その、いるんですけど、友香を超えてから言いたいっていうのは、ああなるほど、うん、まだ何年後だろうな、姉越すぐです、すぐだよね、うん、すぐ発表されるんで楽しみにしてて、でもレベルが高すぎて自分が、でも超えれるもんね、超えるからね、超えるからね、みんな楽しみにしててくださいね、送ったつもりでいいの、これすごいですよね、こう動画媒体のラジオだから、うん、この黙ってても動画は何してるかバレちゃう、うん、あそうなんですよ、ね、これが見られてるっていうね、そうそうそうご覧ください、世界の高道の句の携帯をいじる姿でございます、今、ね、一生懸命画像探してます、はい、今めちゃくちゃレアな姿をお届けしてますので、アズーリ FM ご覧の皆様はこちらをぜひお楽しみくださいおじいちゃんと孫みたいなグループラインで行くのかな、ここだよ、ここだよね、あったあ、でもね非常に大事なカードですよこれは、なので、今から送りますよ、送ります、よし、頑張って、アズーリ FM さん、スタッフさん拾ってください、拾ってください、あと8分だ、あと8分、8分もありますからね、全然余裕だ、いけるいける、いけ、準備できたら、うん、お願いします、で今日ははい、じゃあまたまた、はい、ま、今日ね、なぜあずさが来たかといえばあずさのカードが発表になるからです、まあでもね JT を追ってくれてる皆さんはねもう大方予想ついてると思いますが、こちらです、ドーン、ダダーン、ドドーン、はい、ガールズランキングマッチ2位のあずさ対3位の葵、これはもうね5月の後楽園の後に、トモカに挑戦表明した2名、どっちが強いか決めてこいっていうねトモカの一声で、ね決定したようなもんですが、2位対3位、もう本当ね文字通り、挑戦者決定戦的な感じのね、うん、これはうん、どうだろうな、自分が2位になる前に、うん、葵さんと戦って勝って2位になってんのか、勝って2位になってんで、てことはこれ負けて3位なのかな、おかしいおかしいおかしい、不安とかないんですよ何も、あのなんか負けるとかそういうあれはなくて、うん、もう本当に強気でもう勝つ気しかしないんで、一回勝ってるんでもう自信満々なんで、今回も葵さんをぶた押そうと思います、しかもねこれもね早々にもうスポンサーついてくるからね、うん、安藤組様からスポンサーがついております、ありがとうございます、まあこれでまあ勝った方が、まあ、近い大会でトモカに挑戦、あトモカに挑戦いつしたっけ、3月にしてんだっけ、3月に挑戦して、まあこっから数えたら8月とかかな、となると、うん、まあでもねこれは分からんね、うん、分からん、まあ葵さんよりか、うん、クイーンへの気持ちもありますし、いやそんなこと言ったら葵が怒るよ多分、いやお前が何を分かってんだこの野郎ってありますし、葵はねうちに秘める側だからね、うん、まあ確かにありますし、はい、自分姉越もありますし、姉越したいという気持ちもありますし、なんて言うんですかね、あそう JTO の顔になるっていうのは、うん、自分の思い出したからね取ってつけたよ、いや違いますよ今言おうと思ってて、うん、その大事なこといつも忘れるじゃん、大事も忘れるじゃないですか一緒いや俺が忘れるのと違うよ、だって10代でしょまだ、俺も50ですよ、そういう時だけ ね年齢使うのずるいですよ、ずるくねだからあれですよね、青井選手がなめんなと、クイーンをなめんなみたいなことを言ってたとしても、はい、その怒りを突っ放ねるぐらいの気持ちで勝つという、はいはい、もう全部ことですね、はい、いいヘルプだった
ということでね、このカードも決定いたしました。さあどうなることやら、はい、まあ、これはね、でも間違いなくね、これね、あの言えるのは、もの内容、試合内容に関してはね、ま、絶対これね、外すことない試合なんでね、あのこの稲葉智香、梓葵、この3人は誰と誰が当たってもね、ものすごい試合してくれると思うんで、はい、ご期待ください。楽しみですね。で、今日の最後の発表は、まあ、なぜリズムがいるかというとですね、まあ、リズムがデビュー5周年で地元の船堀で大会を開催することになったということで、で、まあ、そこで何をやりたいのか、まあ、どうしやりたいってことが2つあって、そのうちの1つはね、いやそれはダメだよって、ね、きっぱり断ったわけですよ。でもやりますよ、いつか。いや、やらせ、いつかやりますよ、絶対。いや、やんない。JTO ではもう JTO ではできないものだったんで、それは却下したんですが、もう一つはね、まあ地元でリズムっぽい5周年かなということで、うん、決定したのが、リズムのカードこちらですと。カメカメハ、稲葉智香リズム対高見と山形優。うん、まあなんだろう、これ友海外みんなヘッドロックだけで試合しそうな試合です。これもうね、いっそのこと友がもね、蹴り封印してみんなで誰のヘッドロックが一番すごいか、ヘッドロックマッチかな、わかんないけど、はい、まあでもね、女子3人中入ってね、野郎1人なんでね、やっぱちょっと違いを見せなきゃなっていうところがございます。じゃあリズムから一言どうぞ。まあ、この試合ね、ゆうさんと、まあ、1年以上前からずっとヘッドロックどっちが強いかやってきた上で、隣は稲葉智香、まあデビュー戦といい、なんといい、ずっと戦ってきた人と、まあ、5周年っていうキリのいい大会の時に組んで、まあ原点である高道のくと戦いたいなって思ったんでね、このカードになりました。まあリズムね、なんといってもね、シングルでは代表に負けてるけど、タッグでは勝ってるんですよ、実は。何タッグで、高松で勝ってるんですよ。だからね、今回もどうなるかわからないんで、5周年高松で勝ってる、ちゃんと勝ちます。普通何言ってるかわかんないけど勝ってるんで自分。そうなの、はい。まあ、俺的にはね、これね、ほんとヘッドロックだけで試合、まあ去年かな、リズムと山形が後楽園かなんかで多分ヘッドロックだけで試合したんだよね、はい、あれはね、見てて、おうおうやるじゃねえかって、ね、なんかヘッドロックシーンに俺も火がついちゃったから、まああとはともかがどう対応するか、本当、うん、ね、本当にヘッドロックしか出ないような名弁、俺はまあ名弁とともから、はいはいはい、そういう試合もありなんじゃないかなっていう、はい、そんな、名弁とですが、もう一つスペシャルなカードが決定しております。下手すらこっちの方がすげえっていうのは話題になるかもしれない、そんなことないですよね。そんなことない。もう一つのカードがこちら、バン、はい、柳川澄香、神楽美沙、4-1対中島ありさ、中森花子。これはもうね、神楽美沙もね、柳川澄香もね、2人ともね、強い思いがあった、対決がここで組まれました、うん、なかなかやっぱりね、もうあの中島ありさ選手がこの引退ロードに入って、すごいスケジュールで、なかなかスケジュールが抑えられない中で、うん、あとはこのね、中森選手とね、タッグということで。あの団体も違うんでね、なかなかこのねスケジュール合わない中で、やっと調整ついたのがこの日だったわけで、はい、もう正真正銘、中島ありさ選手は JTO 参戦ラスト、うん、でおそらく神楽美さんも対戦はラストなんじゃないかなということで、はい、まあ、4-1でぜひともねやりたいということなんでね、このなんかなんだっけ、バイオレンスプリンセスだっけ、こっちバイプリ、バイプリ、まああのバイオレンスプリンセスとして神楽美沙もね同じチームとしてやってたですが、最後はどうしてもこの2人とやりたいという強い要望があったので、なんか本当はね、この日神楽美沙すごい大事な用事があってこの日は出れないって言ってたんですね。ただこの日しかこの2人揃わないって言ったら、もうその、 あの約束を蹴ってまで、参戦することになってですね、はい、決定いたしました。なるほど、はい、まあ、現時点ではね、この2試合だけですが、まあ、ARA とかがね、割と地元なんでしょ、はい、上りで石丸ね、らしいので、でもね、今、ってことは、広い島もだよね。そうですよ。そうなんです。ARA はいいんだけど、広い島来ると、漏れなく、悪いやつがついてきそうだ。ただ、ご安心ください、この大会、僕も参戦する。おお、はい、ちゃんとね、リズムの5周年祝っててください。はい。素晴らしいね。じゃあもうね、初のね船堀大会なんでね、これ大盛況にするためにこれからね、いろんなカードを組んでいきたいと思います。
あと何分ですか？20秒。20秒。はい。じゃあパパッと喋って終わろう。はい。はい。はい、後楽園大会は僕の1周年記念大会、記念試合。はい。赤羽 AKM 名古屋対新日本プロレス武士選手。よし。このスペシャルシングルマッチかまします。よし。はい。朝。青井さんに勝って絶対福に挑戦します。イナバースの姉声勝つ。誰が相手でも勝つのはこのリズム。終わり。決め台詞があるといいよね、うん、また